妹は俺を殺して巫女の座につこうとして失敗した。その罪で10年近く南の島に幽閉されてる。まだ5歳だったんだぜ。そんなガキが暗殺なんて計画できるか。できるわけねえだろうが。教会と王宮にたむろするクソどもが何もわからない妹を神輿に担ぎ上げたんだよ。計画が失敗したと見るや蹴つまくって妹に全部罪を覆いかぶせたんだよ。だからクレシスの後ろ盾が欲しかった。あいつをくだらねえ連中から守って巫女にしてくれる後ろ盾がな。俺がいなくなればセレスも少しは喜んでくれる。仲間を裏切るのか。はなからクルシスのスパイだったし、仲間って言われてもね。そうじゃない。